こんにちは、山下の堀部です。今日どんな話題にしようかなって考えてたんですけど、ひらめきました。今日はこれでいきます。今日はミラーレンズご紹介します。ミラーレンズは、通常こういった、カラーレンズの上にミラーコーティングを施すことによって、こんな状態で鏡をがのような状態で演出効果が得られるレンズのことをミラーレンズと言います。でミラーの種類によってちょっと演出が異なってきます。まずはこのシルバーミラーですね。一番ベーシックなミラーだと思います。シルバーですね。で次にこれがゴールドミラーです。ちょっとゴールドに光ってますね。で次にサファイア、ちょっとブルー系な反射です。で次にルビーですね。ちょっと赤い反射です。このようにミラーレンズ、今4つ、代表的な4つですね、4つの種類のミラーレコーティングがあります。いろんな色にこう組み合わせてミラーレンズ楽しむことができます。そしてこれ普通単焦点レンズだけしかできないんじゃないかなと思われている方多いと思うんですけど、遠近両用でもきちっとミラーできます。で私が今使っているこの、オークリージュリエットに入れているレンズも、ゴールドミラーを入れた遠近両用、ハイカーブの遠近両用になっています。でミラーだけの場合はゴールドは、私前かけてるやつがそうですけど、こんな感じです。でちょっと光るか光ってて見えるか見えないかみたいな感じになります。内側から見てる側から見ると、透明なんで透明に見えますね。もうほとんど普通に自然に見えます。ミラーレンズでドツキレンズ作りたいなって思われたら、また山線にちょっと寄っていただければいろいろご相談乗れますので、よろしくお願いいたします。じゃあまた。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。